こんにちは。めっちゃさ、なんか何回もさアプリ落ちたんだけどさ、ネットフリ入れたのが悪いのかな。なんかいつも落ちるんだけど、いつも2回ぐらいさやり直したらさ配信できるの。ガルームも落ちがちだから、そうでもないと思う。そうなんだ。映画はどんなジャンル見てるの？何どんなジャンルって、もう見てないよ。もうね、ネットフリ見てない。恋愛のなんか見てたやん。ジャンルって何、なんかわかんないんだけど。ジャンルってどういうこと？例えば何？エアコン使ってるよ。お化粧リップだけ違うよ。今日はちゃんとしてる。ホラーは見ないな。アクション映画、なんか現実的なやつがいい私。なんかさ、アニメとかさ、ホラーとかってさ、なんか現実味がないじゃん、わかる？なんかさ、現実味がないからさ、なんかすごい、なんかわかる？なんか憧れとかもないしさ、共感とかもないわけじゃん。だから、なんかどういう気持ちで見ていいかわかんないから、見ないかな。AKB グループのドキュメンタリーは見た？わかんない、昔見たよ。アイドルのドキュメンタリーは見るよ。で、映画館で見たことある映画、ドキュメンタリーが最後だもん。なんかプリキュアとかはさ、昔見てたからさ、それで面白いなって思うけど、なんかわかんないんだよね。
だからみんなになんかネトフリのおすすめ聞いたけど、なんかなんかさ名前だけさ聞いてもさどういうさ話かさわかんないからさ、結局何も参考にしてない。逆に現実的ってどんなの？なんか現実的っていうか、なんか分かる、日常でありえそうなことみたいな。例えば君の膵臓を食べたいとかさ、なんか普通に学校の話じゃん。DMM で公演見るのが一番かな。そうよね。そう、最近はねネットフリやめて DMM 見てる。スポーツ系とかでもありかな。スポーツ系、スポーツ好きじゃないからな。なんかさ、なんかルールが分かんないんだよね。だからあ、バスケだったら見れるけど他は見れん。分からんもん。テーマとして家族愛とか、あ、そういうのいいね。そういうのいい。そういうなんか何、現実的なやつは見たい。スーさんの卒業公演昨日見てた。スミレさんの、私もねこの前見たよ。スミレさんのさ卒業公演、最近さ DMM でさリバイバル配信されてんだけど、なんか普通に見たくて、この前 DVD 焼いたんだよね、事務所で。ネットフリーといえばミナルンが韓国ドラマしていたよ。韓国ドラマってさ韓国じゃん。でもさ自分は日本人じゃん。だからさ現実的じゃなくない？私日本語じゃないじゃん。そもそもさ日本語じゃない。私日本人やから日本のやつがいい。字幕ってさずっと画面見てなきゃいけないじゃん。なんかさ私ってさネットフリーだけをさ見てるわけじゃなくてさ、例えばつむつむしながら見るみたいな。そういう感じだからさ、もうさあの声が日本語じゃないともうさダメなんだよね。そう、なんか私は一個のことをやるっていうのがなんか嫌なのよ。なんかつむつむだけをやってるみたいなのは嫌なのよ。なんかさその一個を集中してやらないといけないならいいんだけど、なんかつむつむってさ集中することじゃないじゃん。そうだからなんか流しながらなんかやるみたいな。そう、なんかやりながらがいい。
ジオといえば昨日のうちラジオ聞いたよ、ありがとう。みんな聞いてるのかな、うちラジオ。なんかさ、なんでもない大富豪のパラダイスって何回対戦したらもらえますか。わかりません。何回なんだろう。公園の立ち位置を覚えるの、何かやりながら。時と場合によるかな。なんか急いでる時は別にそれだけをやるけど、なんか余裕がある時は、いや、そんなことはないそんなことはないわ。そんなことだって、映像見ながら立ち位置見ながら何ができるだろう普通に映像と立ち位置を見てるわ。だから余裕がないときは立ち位置しか見れない S 公演見るの？なんか見たいけど見たくないんだよね。なんかさ、出たいじゃん出たいからさ、他のメンバーが出てるの見るの嫌なんだよねでも見たいみたいな立ち見席で見学ダメなん？知らん。でもこんなさ時にさ、わざわざ立ち見席で見学に行きますとはならんくない誰もそれはならんでしょしかも自分が出る公演でもないのに。私はね、まだ出ないよ公演。入ってないメンバーに。ケツもね、そのうちあると思うよ。でも私は連絡来てないから、私は入ってないと思う。でもさ、頻繁にさあるわけでもないしさ、人数少ないってなるとさ、なんか公演再開って感じがしない、自分の中で。だからみんなになんか卒業が近づいてきたみたいなこと言われるけど、全然まだまだだよみたいな分かんない。まだ発表されてないことだから、みんないろんなとこに「ナルピーはいないらしい」とか「K2 がもうすぐあるかもしれない」とか書いちゃダメだよお観客卒業公演はあり？私の中ではない。
けど、なんかね、なんかさ、自分で全部決めれるわけじゃないじゃん、それって。働かせてもらってる立場だからさ、家族とか運営の人とかの意見にもよるから、そう、絶対っていうのが言えないから書いてない、どこにもどこにも書いてない、そういうこと。そうだからね、需要が近づいてきたねみたいなコメント全部無視してる全部無視して、しかもそもそもさ、なんか近づ卒業が近づいてきたねってコメントがさ来るとするじゃん、仮に返す言葉がさ、自分の中でさ、どう頑張ってもさ、そうだねしか思いつかないのよそうだねしか思いつかないから、そもそも返せんわえ、みんなは思いつく？卒業が近づいてきたねってコメントがあるとするじゃん、そうだね以外によくなくない？あと卒業は寂しいみたいなコメントもさ、私さ返し方が分かんなくて、なんか寂しいって思ってくれ、なんかコメントしてくれてることだけですごい嬉しいけどさ、寂しい、ああそうなんだみたいなわかる？なんかさ、別にそういう冷たい気持ちなくじゃなくて、返す言葉の問題よ。そう、私返しに困るコメントがねたくさんあるから、わかんない、私のコメント返すセンスがないのかもしれない、だから全然インスタのコメントとか返してないけど、ちゃんと別に何くれるのは嬉しいからめちゃめちゃ読んでるんだよちゃんと。でもなんかすごいさ、なんか冷たい言葉が返ってきたら嫌じゃんだからちょっと返さないようにしてる。あんまり質問形式だと優しく答えられるから返してるでもスルーし続けたらさ、そのコメントをさしてくれなくなるわけじゃんだからね、それは困ってるずっとほとんどそうだね、そうなんだねしか思いつかないなんか散歩してきたよとかそうなんだねみたいなのしか思いつかないから返せない全然。そうなったら話題変えるけどね、自分だったら。でもさ、そのコメントくれた人全員のさ話題をさ一人でさ変えるってめっちゃ難しくないそれはさ無理よ私は。そう、でもコメントは読みたいから
あの質問返ししてる。困るコメント、なるみって3人いたけど1人になったね。あー確かに、でもそんなコメント来ないあんまり。それは誰でも困るってわかるんやない。失業については決まったらちゃんと言うから黙っとけとか書けないしな。そうなのよ、なんかさ、私はさ別にいつでもいつまでも延期できるよ。でもさ、そういうわけにはさいかんかもしれんじゃん。でも今はさ延期させてもらってるけどさ、それがいつ変わるかわかんないじゃん。私は延期できるよ。別に私はできるけど、その私だけで何でも決めれるわけじゃないから、ちょっと何も言えんわ今。決心のきっかけは何？きっかけって別に変わってないよ。ずっと このまま時間が過ぎたら18歳の生誕ティーもデザインしなくては。確かにそれは考えてなかったな。P4U のコンボも続いてるね。確かに。でもさ、もうイベントに参加できないから悲しい。イベント参加できたら参加しまくるんだけどな、最後最後って言って。もしね、あの参加できたら言ってたよ、最後最後って。コント出たかった。いや別に絶対出たいとかは思ってないけど、ちょっと最後に記念にって言ってたかもしれん。でも参加できんから。P4U の紙面登録ができないのが困る。記録なう紙面って誰でも
もう P4U のナルピーカード新作出ないのかな。出ないと思う。だっていないでしょ私。総選挙もしあったら出てたのかな。これが最後それは出るでしょう。大富豪のカードは出るかな。これは6月までしか取ってない。そもそもメンバー全員多分6月までしか取ってないと思う。この7月何の衣装が出るんだろう。わかんない多分ね。ファーシャ撮るならどうなるんだろうね。普通に撮るだろうけど、でこんな状況でわざわざアーシャを撮りましょうとはならなくないと思うんだけどと思いますか皆さん。やってもいいかなとかいう問題じゃなくて、そもそも取らなきゃいけない理由はないじゃん地雷メイクってナルピー的にはどうですか。どういうこと。何も思わん必要な撮影とかはね、あれとなんかファンクラブの撮影とかはあると思うよ。大富豪のチェキ2ヶ月連続で当選嬉しかった。なんか私大富豪の時期さ本当にさ、あの4月以降のやつ、4月以降じゃないやつもかもしれない、なんかさ別にやめるから使われないと思ってめっちゃ適当に書いちゃったんだよね申し訳ない。この前量産型メイクしてたので聞いてみた。どう思うってどういうことだろうどう思う。どう思うはどう考えても。やってみたいとか、いや、やったことはあるよ。でもそんな地雷っぽくならんかった。から載せてないあのメールにしか。地雷ってなんだろうね。いやみんな調べればいいやん。量産型メイクとかっていうのはね、わかんない。私の解釈がやっぱ言うのやめようまあみんな調べてください、気になる人は
地雷っぽいとか何がぽいのかみんなあやふやで、地雷ってさなんかあるじゃん、地雷少女みたいな。あやふやよりはしっかりしてるとは思うが。どういうこと？おじさんには違いが難しい。じゃあ説明する。わかんない、私が思う量産型なんだけど、量産型メイクっていうのはなんかアイドルのあのオタクみたいな女の子がこう推しに可愛いと思ってもらうためにするメイクみたいな。だからなんかピンクとかそういう私を見てほしいみたいな感じの人のメイクよ。だからアイドルとは関係ないよ。でもそのメイクがなんか流行ってるからみんなやってんの。可愛げのあるメイク、わかんない、可愛げのあるメイクっていうなんかピンクみたいなピンクっぽいなんか女の子みたいな、なんかアイドルとか普通の人はナチュラルじゃん。ファッション雑誌に載ってる感じかな。それとは違うけど、まあわかんない。私もわかんないんだよね。ファッション誌よく見る。ファッション誌は見ないかな。そもそも見ないわ。LP 系メイクってどんなメイクかな。どういうこと？普通だよ。普通だよ。何の工夫もしてない。最近コスメ買った？買ってないよ。で別にどこにも化粧していくところないもん。おじさんには未知の世界だ。そう、多分ね、みんなには多分関係ないから、あの、かわいいかわいいって言っとけば大丈夫。日傘買った？買ったよ。化粧してショールームとか。ショールームのために新しいコスメは買わんよ。ショールーム見ててもどんなメイクしてるか分からんくない？そんなはっきり。大箱ではやっぱり強めのメイクするの？でもやっぱり暇だから真剣にメイクするかもしれない。でもそんなこだわってはない。
夏用メイクとかってあるの？わかんない、あるのかな。液状も別に変わんない、いつも同じで私。わかんない、道具が変わったら変わってるかもしんないけど。コンサートの時にメイクが暇なのはあれだってさ、60、70人とかがさメイクするわけじゃん、だからその待ってる時間はさ暇じゃん。メイクさんにしてもらったらかなり変わる？変わる。なんか一回めっちゃ昔だけどメイクしてもらったらなんかめっちゃケバくなった。なんかメイクが薄すぎてメイクさんにされた。メイク時間の長い人短い人の違いは、長い人はベースをちゃんとやってるんじゃない？私ベースそんなめっちゃ適当だから、なんかみんながまだベースやってる時に全部終わっちゃう。なんか本当に奇抜だったね、メイクさんにやってもらった時。なんかしかもその日がたまたまなんかゴナジャンプでセンターやる日だったね。だからなんかファンの人にはなんかセンターだから気合い入れてると思われてちょっと悲しかった。舞台上では濃いめが映えるからね。それはそうなんだけど、私さすごいアイラインが嫌いなの。アイラインがなんか別に引いてあるのはいいんだけど、なんか感覚が嫌で、引かれてる時の引かれてる時の感覚が嫌で、しかもなんか嫌なのよ。だからアイラインを自分で引いたことない。でもアイライン引いたらなんか濃く見えるんだろうなと思う。だからあれ、あのアーシャとかは弾いてるよ。アーシャはメイクさんがメイクしたから。たまにまぶたの内側とかに引く人もいるよね。へえ、あんま見たことない。そんな人いるの？調べよう。いなくない？私はね、とにかくアイラインが嫌いなのよ。でもやっぱ引いてた方がいいと思うから、卒業公演の時は引いてもらうわ。仕方なく。
メイクしてもらいたいメンバーは、それはやめろかな。ほっぺのニキビ綺麗に治ったようだね。いやそれはね嘘よそれはね嘘よ、隠してる。ナルピーは伊達メガネとかしないの？なんでしなきゃいかんの？伊達メガネってさ、何のためにあるん何のためにあるんよ。サングラスとか持ってる？持ってないよ。何、サングラスって何のためにあるのなんかさ、邪魔やん。今調べたら、まつげの下から引くインラインってのがあるらしい。そうなんだ。まつげの手入れは何かしてる？何もしてない。なんかさ、すごいさ、そういう何、小物的なやつがさ嫌いなのよなんかさ、服っていうのは着なきゃいけない、着て歩くもんじゃん。だからおしゃれを考えるのはいいと思うんだけど、別にメガネとかいらないし、視力悪いわけじゃないからいらないし、アクセサリーとかもなんか別になくてもいいじゃんなんかあったらおしゃれだとは思うけど、別に外につけていく必要はなくないみたいな。なんかわかんない。握手会とかを考えるならまだわかる。外にはいらんくないみたいなの私は思うわけよ。腕時計は、腕時計こそいらんよ。何のためにある。イヤリングもいらん。なんか、なんかね、写真を撮るためとかならわかるの。でも普段はいらんくないみたいな。いうふうに私は思っています。髪飾りはシュシュとか。でも別に髪の毛を結ぶためなら必要だと思う。でもカチューシャとかはいらんくないと思う。なんかピンで髪の毛を留めるとかならわかるけど、なんか謎のでかいリボンとかそれは別に普段歩くのにいらんくないみたいな。今はスマホを持ち歩いてるから腕時計いないね。腕時計してる人いるくない？謎のでかいリボンの人いる。なんかプレゼントで届くんだよリボンがリボン届くんだけどさ、なんか使い方がわからないから使ってない。どんな服にどんな感じでつけたらいいかわかんなくない？それが分かったらつけようと思ったけど一生分からん。仕事中とかこまめに時間見るし、スマホ取り出すより早いから腕時計してるわ。でもさ、腕時計ってパッと見分かんなくない時間私がそう、時計見ないからかな。握手会の時に、なんかさ、リボンっていうのがさ、なんて言うんだろう、なんかさ、これにリボンがついてるみたいなやつなんだけどさ、なんか本当にめっちゃここら辺にしないとリボンは見えないわけじゃんわかる？私の言いたいこと。
そんな時についてでもそれは2個ないと無理じゃん。別に2個さあるわけじゃないんだよいろんな色がいっぱいあるのこの前新しい腕時計買った。いいね。え、なんか高い時計だったらつけたいなんか高級なやつ。でも別にその時計を買おうとは思わないからいらないそう、100万とかするやつ、それをくれたらつけたい。でもそんな高いもん誰かがさホイホイくれるわけやないやん。めっちゃ高いけどデザインいまいちだったらつける。でも高いのでってなんかシンプルじゃない？デザインわかんないやそんな時計について調べたことないからわかんない。落としたらショックだね。確かに。でも人にもらったやつならまあしょうがないかなってならないこれはひどすぎる。なんかさ人からもらったものだったらさ本来自分では買ってないもんじゃん。だから壊れちゃってもまあ元々ないものだったし仕方ないかって私はなるんだけど、思わないみんなは もうすごい大切な人にもらったら悲しいのかな分からないよ。なんかなくしたとかだったらさ悲しいかもしれないけど、まあ、壊したならまあしょうがないかってならんかねみんな。誰も共感のコメントがない。私がひどすぎるな。家族はアクセとか時計つけてない、つけてないと思う。そのうちわかるよ。武士みたいな思考だな。武士だって私。そもそももらわないからピンとこない。確かに私ももらわないから思わないのかもしれない壊れても大事なものに変わりない。確かに。あ、でも買い直せないものだったら悲しいかも。もう売ってないとか分かんない。プレゼントにアクセサリーってやっぱり嬉しい。ものによるかな自分が好きなやつだったら嬉しい。
アルピーちゃんの好みのアクセサリーとは、わかんない、なんかシンプルなやつ、なんかどんな服でも合うやつがいいな。生誕とか周年の T シャツとか普段使いしてて色落ちしてくるともう買えないしなってなる。確かに。そんな時の保存用2枚目確かに。私自分の生誕 T マジで握手会でしか着たことない。今日も着てるだって。ありがとう。数少ないから2枚は申し訳なさ。優しいね優しい。アルピーは初回限定とか数量限定には弱い方。わかんない、ものによる美味しそうなものだったら別に数量限定じゃなくても買うし、まあでも早く買わなきゃとはなるかな分かんない、どちらかといえば弱いかもしれない。早く買わなきゃとはなる。スタバ行ってないまだ。限定とか割引には、あ、割引には弱いかもしれない私で割引ってさ得じゃん、得だから買わなきゃみたいななっちゃう。でも最近はいらないかどうかちょっと充電がないっても。まあ充電器あるけど、もうすぐ終わるわ。あ、そうだ、私言おうと思ってたことがあって、なんかまだモアメの写真をあのツイッターに載せる人がいるのよ。それをずっと謎に思ってて、別にその人は多分悪意を持って載せてるわけじゃないし、なんか普通に自分のファンの人だからなんか日本語が通じてないのかなみたいなというのを疑問に思っている今それなんか昔のやつとかもさ載せるのよ。でもさ私も別にさ何
昔は昔でもさ、気に入ってる写真と気に入ってない写真ぐらいわかるからさ、これはモアムのやつだってわかるわけよ。でしかもその人は何回も載せるのよ、なんか定期的にあるのそれが。それはどうしたらさ日本語が伝わると思う。でもその人に別に直接言ったことはないよ、だって自分のこと好きでさ、別に悪いことしてるつもりはないから。そうで私はそう、やっぱ充電するはちょっとこの話したいから、ちょっと充電器あっちだわ。それで私はもう一つ謎に思っていることがあって、これは別に嫌とかじゃないんだけど、なんかただの謎なんだけど、なんか自分の写真をわざわざ載せる意味が分かんなくて、なんか別に私のファンだけじゃないからただの謎なんだけど、全然やめてほしいとかじゃないんだけど、謎なのよ、なんかなんで載せてるんだろうみたいな。そう、自分の写真をなんか文章とともになんか載ってるのが私にはわからないね。なんていうか、そう、例えば今日も一日仕事で疲れたみたいな。あ、オタク自身じゃない、あの私の例えばだけど、今日も仕事疲れたみたいな、ナルピーの笑顔見て頑張ろう、街の写真みたいな。それさ、自分でさ見とけばいい話なのに、なんでわざわざツイッターに載ってるんだろうみたいな。それがさ、私にはさすごいさ謎に思う出来事なんだけど、何の話してるか教えていただけませんか。何の話かというと、あのツイッターを見てて思う謎です。元気出た写真をみんなと共有したいんじゃない？そういうこと？で、なんかそういうので間違えてメールの写真を貼るじゃない？だからそれもそもそもやめればいいのにと思うんだけど。でも別になんかわかんない、ファンの人がそれで得してるなら全然、それが楽しいんだったらそれで、何、私の写真で楽しんでほしいとは思うから、全然やめろとは思わないんだけど。ポンデリング食べてる写真たまにあげちゃう、ごめんよ。それはやめて、あの私のあのよく載ってる写真でやめてほしい写真が、ポンデリングを食べてる写真と、あの寝顔を勝手に撮られて載せられたやつ。あのメンバーが載せたやつなんだけど、メンバーが載せる分にはいいけど、それがファンの人を何回も何回も載せるのがちょっと嫌だ。とでも別にファンの人のことが嫌いなわけじゃないから、そういうのは言うのは控えてたんだけど、ちょっとこれを機に言ってしまった。そう、ツイッターで謎ばかりよ。でも謎が解けてよかった、みんなの自己満足だったのね。そう、その2つとモアメの写真は載せちゃあかんよ。
ループに貼ってほしい写真はない。そんな写真だってさ、なんかわかんない、私の考えなんだけど、なんか自分の SNS を見てほしいわけ。なんか別にファンの人が載せてる写真じゃなくて自分の SNS を見てほしいわけよだからわかんなくて、みんなが写真を載せてる意味が。そう、でもみんながそれで楽しんでるだったら全然いいよ。アルピーの宣伝という意味で見てほしい写真だとして、わかんない、最近の写真かな、最新の片岡なるみちゃんですって出してた写真。なんか昔はいいと思った写真でも今見たらなんかあんまりだなって思う写真もあるから、なるべく最近の写真を載せてほしいところだ常に最新のあのツイッターに載せてる写真は気に入ってるから、リツイートは全然嬉しい。推しって尊いから他の人に見つけてほしいって気持ちは分かる。確かにそう、ファン目線になったら全然わかるよ全然わかる。そういう投稿がバズったら嬉しい。どういうこと？最新の方はかなるみちゃんですみたいなやつ。でも私なんかいいねがあんまりつかないだろうなっていう投稿はしてないよ基本的に宣伝以外はなんかしょうもないツイートしてないでしょ。最新のは普通に見れちゃうから、こんなに可愛いナルピーもあるんだぞって心境なのかも。え、でもそれはファンの目線だったらまあそうだけど、今の自分は今なんか昔の自分はそんなさ気に入ってないわけじゃんだからメンバーとしては別に嬉しくないけど、わかんない、ファンの人がその何私の写真を載せて楽しんだったら全然それは楽しんでほしいけどお前の写真とかはやめてほしい。ファンの人に何かメリットがあるなら全然いいよそう、お豆はダメよ。お豆は昔、じゃ本当に私昔のでも分かるの、なんか気に入って、その時気に入ってたか気に入ってないかなんて私も分かるのよ。ナルピーは今が最高。別にみんなそうじゃない、みんなだってさ普通になんか生きててさ、昔の方がメイク上手だったなとかってあんまならなくない？メイクの技術、毎日メイクしてるのにメイクの技術が下がることってないじゃん。今はしてないけど毎日は定期的にさメイクしてるのにさ、もし使ってたら怒ってください。まあこの人は大丈夫やと思うよ。わかんない。メイクの趣味が変わったのはあるかもね。昔より濃くなったとか。メイクの趣味ってなんや。
恋よりは普通に上手くなったイメージ。確かに。てか昔はなんか全然しなかった、アイシャドウとかもしなかったし、なんかリップも適当だったし、なんかビューラーも全然できてなかった。そう、今が普通になったって感じ。ツイッターに載せられない写真を上目に載せてくれるイメージ。確かに、そのそういう写真しか載せてないよ。メンバーみんな入ってからどんどん可愛くなるよね。それは当たり前やない。だってみんなさ、アイドルだから可愛く見られようとするじゃん。昔は別にそんな思ってないけど、なんか昔は可愛く見られることよりさ、アンダー出ようとか練習の方が力入れるじゃん。いつでも一番ナルピが可愛いから写真載せるんだよね。ありがとう。じゃあこれからも載せてください。わかんない、棒読みに聞こえるかな。それが心配だ。私ってなんかさ、優しい喋り方じゃないじゃん。だからちょっとなんか文句に聞こえてたらちょっと悲しいなっていう。大丈夫、優しく見えてる、ちゃんと。優しいのは知ってる、ありがとう。優しく聞こえないって言われるのはあるの？いや、別にそんな言われないけど、自分で思うんだけど、なんか優しいとは思わない。優しいイメージはないと思って、優しい人みたいなまとめに名前 なかったもん。優しいイメージはないんだよ。そう、結構最近だよね。最近1週間ぐらい前かな。私優しいやろ。ワイには優しくないですだって。確かに。そう、みんな終わったら片岡奈美ちゃんは優しかったってツイートすれば、あの、ね、私が喜ぶ。過去形が寂しい。いや、配信終わったら過去形になるでしょ。ナルピーが爆笑してるとこが見てみたい。私よく爆笑するよ。なんかマジ意味わかんないことで爆笑したことあるんだけどさ、なんか
大富豪が始まったばっかの時になんかマリンと対戦したんだけどなんかあの革命されてファンの人にで革命返ししようと思ったらなんかその後にね革命返ししようと思ったらなんか3枚しか出せてなくてなんか大爆笑したえ謎の一人でずっと笑ってた。なんかえもう数字も覚えてる。7、3枚とジョーカー1枚出したかったんだけど7、3枚しか出してなかったからあの普通に脈落ちしたっていう公演始まる前にやったんだけどちょっと着替える前にずっと笑ってた。そのエピソード公演の自己紹介 MC で聞いた記憶ある。そうその日言った。めっちゃさ面白かったもん。何が面白いか分からんかったけどそう私別に笑うときはねめっちゃ笑う。いる時とか笑ってるイメージ確かに。いる時はなんか私はなんか年下の方じゃん。なんか静かな妹みたいな感じだけど、ハチキーといる時はなんか同級生といるみたいだからなんかめっちゃ笑うかもしれない。ナルピーはどっちかというとお姉さんタイプなの。分からん。どうだろう。握手会ではずっと笑っているイメージだけど、でも握手会ではね笑うようにしてる。なんかさ、なんか私ってさ気持ちがこもった喋り方じゃないじゃん。さっきからこの話ばっかだけど、だからやっぱ笑ってたらなんか楽しそうかなと思って、とりあえず笑うようにしてる。なんか楽しさが伝わんないじゃん喋ってるだけだと。マリンとタメ口で話してるの不思議。そうずっと前からだよ。気持ちこもってないって言われたことあるの？いやないよそんなこと言われたこと。自分で思うんだっての自覚が面白い面白いか。でもこれね本当 SK 入る前からやってる。なんか
なんか真顔が優しくなさそうだなと思ってたから、5年生の時とか1年生と喋る時めっちゃ笑ってたもん。めっちゃ笑顔で接してたからちょっと人気者だって私ちっちゃい子から。ちっちゃい子とね仲良しだった5年生と6年生の時でも5年生の時の方が仲良しだったかもしれない。ありがとう、笑顔が好きとか言ってくれて。ゆきちゃんが好きだったギャルナルピーにはならないな。私ギャルだった時代人生でないんだけど。ギャルだった時代ないんだけど、どうしたらいい。全然オーディションの時もギャルじゃないのに全然おとなしいじゃん。全然おとなしい。誰ともっていう学園で誰も喋らなかったもん。私もおとなしくしてた。お嬢様って感じ。あれお嬢様だった私。眉毛の印象じゃないその時の。確かに。でも眉毛なんで眉毛さなかったらギャルなんだろう。なんか私謎なんだよね。眉毛あった方が良くないって思うんだけど、なんでギャルって眉毛ないんだろう。眉毛なかったっていうかマジ薄いんだよね私。隠してから描くのが描きやすいとか。確かに。でもさ、なんか人生生きてる中でさずっとメイクしてるわけじゃないじゃん。だからさ嫌じゃない自分がさスピンの時にさ鏡見て眉毛なかったら。
そういう人は人には見せないって聞く。いやでもさ、自分で鏡見てさ、眉毛ないってならない？いや謎やわ。妹さんにはなんて呼ばれてる？なるちゃんかな。眉毛ないメンバーいる？知らん。いないんじゃない？そんな人の眉毛に注目しないからわからん。この写真見てみたいな。調べればいいじゃん。もう終わるわ配信。今日は髪の毛巻いたの？巻いた一回。でも今全然残ってない。今日も9時から大富豪するよ。わかんない、9時からかわかんないけど。私さ、ブログさ、もう書くことなくなってやめたんだよね。何書こう次。なんかさ、ブログ、なんかもともと大富豪を毎日始めたのは、こうブログをなんか毎日書こうと思って、ちょっとこの話するわ。そう、ブログを毎日書こうと思って、なんか、でも書くってなったら、なんかブログってあんまさ見ないじゃん、人が。だから、見ても見なくてもいいような内容がよくて、自分的には、まあ、それが一つあって。で、あとは毎日、更新するなら毎日が良くて、なんか毎日更新するってなったら同じテーマが良くて、私はなんかそうじゃないとモアメと同じ内容になっちゃうから、でテーマが同じが良くて、であとファンの人も共感できることがいいっていうか、例えば、なんだろう、秘書検定の勉強毎日するとするじゃん。で秘書検定の話を書くとするじゃん。でもさ、みんなは別に秘書検定の勉強してるわけじゃないから、何の話してんのってなるやん。だからみんなも共感できることっていうのがよくて、それで大富豪にしたんだけど、なんか毎日ブログのネタを何書こうかなって考えながら大富豪してるわけよ。そう、でもそれを考えるのやめたらもっと大富豪が楽しくなるってことに気づいたわけよ、私は。それでちょっと最近やめた。何の話かを説明すれば伝わるんじゃ。そういうのはさ、いろんな人に読んでほしいじゃん。でも私の中で公式ブログっていうのは別に読まなくても読んでもいいような内容がいいのよ。わかる？だから大富豪にしたんだけど、やっぱブログ書かない方が、ブログ書かない方がっていうか、ブログのことを考えずにやった方が楽しいわけ。みんなに共通の大天気の話。その天気ってさ、3種類しかないじゃん。何を毎日さ、
書いたらいい。夕ご飯とかそれはさ、私が作ってるならいいけど、別にさ、あの違うじゃん違うから、別に料理の過程がないわけじゃん。今日はこれを作りましたみたいな、今日はこれが食べたくてとかじゃなくて、別に私はなんかお母さんが考えたものをちょっと手伝って、あのそれを食べるみたいな晴れよりの曇りとかも一行で終わりじゃん。それはさ、どう考えても読まなくていいブログだと思わない？サラダの盛り付けは毎日変えてみた。でも毎日サラダが出るわけじゃないよ。そう、難しい公式ブログって本当に私はさ、すごい難しいと思って。なんかさ、公演とかあったらさ、公演であった出来事が、なんかいろんな出来事があったらメールととかに分けて送れるわけじゃん。でもさ、なんかないじゃんこれといった出来事って常に同じ毎日を暮らしてるから。ツイッターにショールームの少しは載せていいかな？いいよ、いいけど載せてほしいわけじゃないから全然載せなくてもいいよ載せたい人は載せてください。そう、でもブログさ書かないと、なんかさ、なんか仕事してない人みたいな、わかる？なんか仕事してないっていうかさ、なんかなんていうの、頑張ってないみたいな感じしないわかる？なんか SNS やってないみたいな。しかも一番なんか私の中でブログの更新しにくいところは、なんか写真をさ載せるじゃん、写真って。なんか写真がさないとさ、なんか内容がないブログみたいに思わないなんか見た時にそう思うじゃん。でもさ、そんな毎回ブログに載せられるようなさ写真をさ、あ、持ってるわけじゃないのよ。というのも、あれからいつも大富豪のスクショ載せてた。なんかさ、写真あるだけでさ、ちょっと内容あるように見えない。そう考えるとマリンちゃんすごいね。確かに絵はめっちゃいいよね。でも私がさ絵始めたらさ、それは真似じゃん、だから無理じゃん今ご飯とかゲーム画面とか空とかじゃなく、メンバーが見たいんやってのはあるからな。それな、めっちゃわかる。研究生ブログは何日かに1回だけど、そのぐらいがちょうどいいのかね。確かに。でもその日付が決められてるのが私は、ね、嫌だった。その日に送らないと更新してもらえないわけじゃん。だからその日忘れてたらさ、もうさ、もう何日間も待たなきゃいけないわけじゃん。しかもさ、かといって5日間そんな濃い毎日を過ごしてるわけでもないからさ、長々と書けるわけでもないじゃん。だからさ、5日間のくせにこれかよとか思われたら嫌だなとか、そういうのも考えてたけど書けないから、まあ仕方なく短いブログを更新してた755は毎日見てるの？見てるよ、毎日返信してるよ。
研究生の修行みたいなもの、分かんない。でもさ、それもさ、マネージャーさんがさ手動であげるやつだから、なんか私たちの正規面のブログは送ったら1時間後にそのまま載せられるのよ。でも研究生はマネージャーさんがなんか忘れたらそれの時は載せられてもらえないしなんかね、その研究生のブログはちょっとあんまり私は好きじゃない。分かった。だからそれよりは今の方がいい。マネージャーさんも人間やんね。習字のしてみたら。確かに。でも私習字さ、なんかさ、でも私なんかさ、なんて言うんだろう、なんか最近始めたにしてはうまいのよ。最近始めたにしてはうまいんだけど、なんか手本を見て書くじゃん。でさ、手本見ながら書いたら自分のってさ、それは当たり前だけどうまく見えないじゃん。だからなんかこれを自信満々に載せられないみたいな。そう、最近始めたにしてはうまいよ。だって昔もやって、で昔やってたって言っても3年ぐらいね。小学校2年生3年生4年生とか。そう、うまい。なんかそう、最近始めたにしてはうまいのよ。自信満々のが見たい。それは無理よ、それ手本載せるよ。そう、でもね、最近始めたにしてはうまいんだよ。なんかね、ここら辺にあるかな。ないわ。あった、めっちゃ待って。あ、これうまい、これうまい。これ、乗せるか悩んだやつが1枚あって、これ。最近始めたにしてはさ、うまくない？どう思う、みんな。最近始めたにしてはさ、すごい上手くない？でも手本と比べたら全然上手くないね。上手いよねこれ。我ながら最近始めたにしてうまいと思う。ほら、100点って書いてる。他のやつ、他のやつちょっと直されてる。あ、これはマシ、これ。うまくない、最近始めたにしては。書道教室みたいに最近通ってたから通ってるんだって。そう、うまいやろ、最近始めたにしては。でも手本と比べたらうまくないから、なんか載せるまではいかんのよ。秘書対策じゃない、全然趣味でやってる。なんでみんなさ、私が秘書検定を本気で勉強してると思ってるの。暇つぶし程度だって。暇つぶしとは、暇つぶしっていうか、なんかたまに時間があってで勉強したいなって思ったらするみたいな。だからそんな毎日なんて全然してないしっていう話。
そう。でも最近始めたにしてはうまいよ。これは何回も言うんやけど。私あのおばあちゃん、おばあくんって言うんだけど、あの片方おばあくんなんだけど、おばあくんが習字の先生なの。でおばあくんのあの知り合いの先生の教室に行ってるんだけど、おばあくんもうまいって言ってたし、うちのお母さんもうまいって言ってたし、その先生も褒めてくれるから、多分私はね、最近始めたにしてはうまいんだよ。ほらちょっと見てよ、さっきのやつ、100点のやつ、もう一回見せてあげる。それブログに載せたら、いや載せないんだ。だからさっきからずっと言ってるんだけど、あの手本と比べたら全然上手じゃないわけそうだから載せられん。なんかこうやってさ、見せる、ちょっと見せる分にはいいけどさ、なんか載せたらさ永遠に見れるわけじゃん。私さ、なんかいろんな人が見れるわけじゃん、この瞬間見てる人以外にも。だから他のやつと比べることができるわけじゃん、わかる？それが嫌なのよ。そっか、習字は無理、載せられん。来年の書き初めが楽しみ。私手本ないと書けんよ、習字。しかも来年いないかもしれんじゃん。まあそれはいいとして、その習字をブログに載せるのはちょっと無理っていう話これも映像倉庫に入るのでは。別にそれはいいのよ。だってさ、その映像倉庫でショールーム見ようなんて思う人ってさ、本当に私のこと好きじゃないとさ見ないじゃんブログってさ、別にさ SKE が好きで見てて、あこれ開こうみたいななるわけじゃんね。たまに昔の見る。だから別に私のことをめちゃめちゃ好きじゃないと見ようってならんくない？そんなさ、ナルピー嫌いだけど見るかって映像倉庫に2週間前のショールームとか開かなくない？だから別にそういうのに残るのは全然いいけど、なんか写真として何ブログ、自分のブログに残ってるのは嫌だ Twitter 別に載せてもいいよ、してもいいけど、
あの習字をメインじゃなければ。過去のブログを見る人はかなりのナルピーファンでは。いや、そういうことじゃない。だって過去に遡る人はいないだろうけど、いや、なんかブログってさ、なんか見ようと思えば見れるじゃん。まあいいや。なんかわかる、ショールームってさ気軽にさ見ないじゃん。なんかわからんか。やっぱり私って文句ばっかりみたいや。ショールーム今週はしっかり待機してた。素晴らしい。そう、私は日曜日のお昼ご飯食べてから配信してる、いつも。文句というよりナルピーの考えという感じかな。確かにいい捉え方だね。初めての握手会って覚えてるもんだな。私がってこと。でもなんかお披露目の時で3人ずつ乗れんだったし、なんかそのあのイベントってめちゃめちゃなんかさ、あのなんかすごいイベントじゃなかった。お披露目のやつのミニライブなんかすごかったから、めっちゃ人いたやん。だからめっちゃ人来てたから、誰が来たとか全然覚えてない。 いっぱい人がいた。幕張じゃない、幕張じゃないよね、あそこ横浜、何どこだ、パシフィコ、わかんない、どこだろう、横浜のどっかじゃない、幕張だっけ。ショールームフォローまでしてるのに初見になってる。それはフォローしてるだけで初見なんじゃない。パシフィコか。人がたくさん来たの覚えて、なんかもうなんかにぎわってた。にぎわってた、あの握手会は。そういう感じかな。じゃあ今日は、今日の配信のまとめとしては、まあ片岡奈美ちゃんが優しかったということで、そう、私ね、こう昨日思い出したことがあるんだけど、なんかさ、昔わかんない、なんかショールーム始まったばっかの頃になんか時計を置いてたのよ。したらなんかショールームしてたら時計の音がうるさいみたいな、みんなが書くから、なんかうるさくて見れないみたいなことをみんなが書くから、時計もその時からね、あの置いてないんだよ。
優しいでしょみんなが文句言うから。時計捨てたわ。そう、100均の時計捨てた100均の時計。捨てなくてもいい。だってさ、そんなみんなにうるさいってやったら一生時計使えんやん優しさの玉手箱だってそう、私優しいからみんなのために捨てた。デジタルだったらよかったね。確かに。でもさ、デジタルってさ、わかんない、別に置いてあったら便利だけどさ、自分の部屋に置いてるのってさ、なんか時計読めない人みたいで嫌じゃない「そんなことメンバーに言ったらいかん」。いや、言われたわけで、私が探した私がそうやって書いてる人を探した。でもデジタル時計欲しいな。やっぱデジタル時計いくらぐらいするんだろう。え、そういえばさ、ね、あのさ、今日なんか話のネタが尽きないな。なんかさ、 iPhone さ、これなんか iPhone7 使ってるんだけど、3年ぐらい、3年以上使ってるんだけどさ、なんか地味に横線が入るようになったのよ。それでなんか原因をなんか調べたら、自分が思い当たるのが、なんかバッテリーが少ないみたいな、わかる？なんかバッテリーが悪いからそれが影響してるみたいな。なんか地味に横線があって見にくいの。なんかさ、なんか水没したとかの横線じゃなくて地味にあるみたいな。だけど変えるべきなの、これは。これは携帯を変えるべきなのかな。バッテリー交換をするべき。バッテリー交換したらさ、画面も直るの。全然落としたとかじゃない、なんかいきなりなったAndroid でいいんじゃないって。 Android にしたらもう私の自撮りの画質めっちゃ悪いのばっかになる叩いて治らない。叩いて治るもんなの。機種変の方がいいの。なんかさあ、バッテリーを交換してなんか治るんだったら、バッテリーを交換したいって言うじゃん、親にでも携帯自体を変えた方がいいなら携帯を変えなきゃいけないっていうべきじゃん。それをどっちを言うかっていうのを今考えてるんだけど、どう思う？機種変かな。でも携帯会社に、バッテリー交換はいくら？知らん。あ、1万ぐらいなんだ。でも1万
そういうのとさ、携帯ごと買えるのって絶対お金違うじゃん。やっぱ機種変するべきなの。充電も持たなくなるから機種変がいいのかな。でもバッテリー変えたらさ、別に元通りになるんだったら、でバッテリー変えたら不備ないじゃん別に。そういう疑問なんだけど、どう思いますか皆さん。3年ぐらい使ってる。なんか SKE 入って2年で1回変えて、そっからもう変えてないから3年超えたぐらい。新しいの欲しいとは思うけど、別に自分の気分が良くなるだけで iPhone は変わらないわけじゃん。と思うんだけど、だったらもったいなくないみたいな。やっぱ機種変をするべきなの。まだ iPhone SE 使ってます。やば、使えるんだ。3年なら機種変がいいかな。やっぱそうだよね。すごくない？3年も使ってるの。新しいのもうすぐ出るみたいだから様子見たら。別に新しいのとかこだわってないんだよね。なんか機能性が良かったらいいみたいな。画質も良くなってるので機種変おすすめです。機種変がいいのか。新しいの出たら前の安くなるやん。確かに。じゃあそれは待つべきやね。いやでもなんか画面がなんかムカつくんだよね。なんか地味に横線が入っててムカつくんだけど、どう思う？最新機種にしたらエゴサがサクサクできるよ。別に今でもエゴサには困ってないよ。変えた方がいいんだ。じゃあちょっと検討するわ。液晶交換に済むなら機種変しなくていいかも。ただアップルの修理費は高いと言われる。なんか液晶交換っていうか、なんかバッテリーがなんか悪いのが液晶に影響してるみたいな。わかる？私はだからさ、このさあ携帯にさ変えてから一回もさ機種変、何、ツイッターのアカウントとかを全部さ作ってから、755とかインスタもね全部さ作ってから一回も機種変してないから、ちゃんとログインできるのかも心配だわ。
なんか今755をさ開いたんだけどさ、14分前にショールームお疲れ様劇場始まったねってさコメントが来てるんだけど、全然劇場始まってないしショールーム終わってもないんだけど、だってでも横でも同じところに線が出てるなら液晶が壊れてると思う。え、なんか均等に全部なんか地味にみたいな。未来からの755、確か、あ、未来の人か、未来の人なんだ。え、このさ755ってさツイッターとさ連携してたら、ツイッターをログインしたら755もログインできるってこと？みんなわかんないか。え、みんなわかる？あ、できる？ツイッターのアカウントだったら絶対できるの？じゃあ大丈夫。ちゃんとアカウントのパスワードとか調べてからにするわ、機種変するなら。アップルに修理出すと多分初期化されるので街の修理業者に頼むのもありかも。よくわかんない、なんか難しいね。大富豪のアカウントも引きすぎ。大富豪はね、大丈夫、わかるよ。まあ、でもなんか主演したくなってきた。え、今ってどんな iPhone があるんだろう。ちょっと iPhone について調べるわ今から。iPhone 最新。え、今の時代の人ってどの iPhone を買うの？なんかさ、私の時がもうさ8からわかんないんだけど。11だって今。え、じゃあこれは安いのかな、 iPhone X とか。どれがさ一番コスパいいんだろう。なんか私使えればいいんだけど使えればいいんだけど、どれがいいんだろう。やだ、ホームボタンなくなるの嫌なんだけど。この SE みたいなやつ高そう。11、ホームボタンあるじゃん SE。 私これがいいこれがいいんだけど。何 SE は何がいいの、みんな教えてよ。SE は高い。
少し小さい。 SE は高いの。え、なんかピンクの iPhone ないの。ピンクの iPhone ないのかな。何、 SE って安いの？11より。カメラ以外11と性能が同じ安いホームボタンもある。おお、いいじゃん、これ欲しい。あれ6万ぐらいするじゃん。新型 iPhone SE 256お買い上げよろしいでしょうかじゃないよ、私が買うわけやないから。私は容量が大きいやつがいい。私はだって容量がさ、あれじゃん、いっぱいになったら使えないじゃんそれ。11はなんで高いの、みんな教えて、なんで違うの値段が。ハイスペックって何？あ、カメラ？カメラがいいの？じゃあ11にするべきじゃない。なんか質いいやつがいいんだけど。カメラがいっぱいついてる。ああ、でもカメラいっぱいついてるってなんかさ、わかんない。世間的にはいいのかもしれないけど、なんか私的にはちょっと不愉快なんだけど。なんでさ、違うの値段が。カメラだけ違うの。いや不愉快とまではいかんけど、なんか一個の方が可愛くない。え、どう思う？ SE SE のポイントはさらに税込みでも4万円で買える。カツンのコスパフォーマンス、小さくて軽い、片手持ちが快適、マスクをしていてもあ、いいじゃん。え、でも11と何が違うのかいまいちわからない。何、カメラだけ？なんで SE は安いの？画面の大きさ、そんだけで違うの値段が。ホームボタンがない。でもホームボタンなくていいことある。なんでホームボタンあったら安いの？なんでなんで。なんで。カメラとか液晶のコストを抑えたから。でもそんだけでこの違うの値段が。でも11と SE 出遅れ。10S とか。だからダメなの。新技術投入してないから安い。なんで？
なんで投入してくれなかったの？クレーマーみたいになってる。10S と、なんか10みたいなやつはもうダメなの？ SE は電池容量少ないからゴミ。それはダメだ。本当にゴミなの？投入しないで安く抑えた最新モデルが SE です。じゃあそれめっちゃ良くない？今のは文句やなって言われて。ああ、なんか私みたいな、もう使えればいいみたいな人が買いなさいみたいな携帯ってことね、 SE は。そういうことでしょ？すごい分かった。私はそういうことでしょ。みんな、ホームボタンは故障の原因になりやすいらしいです。へえー、そうなんだ。じゃあやめた方がよくない？私みたいになって始められると運転言いにくい。ああ確かに。いやでもいいよ、みんな運転って。最低限の使い方するだけなら SE で OK。 この10とかも時代遅れなの？気持ちは電池は持ってほしいし、電池が持って LINE ができて写真が撮れたらいい。でもホームボタンも欲しい。でも どうなんだろうか。別に画質は何でもいいけど、なんか私的には何でもいいんだけど、みんなと撮った時になんか画質が明らかになんか変だったら嫌だ。っていうだけ。12まで待つという選択。でもそれはさ、12が出たら12は高いじゃん絶対。SE は XR と同じカメラ。じゃあもう SE でよくない？何を重視するかだよね。確かに。でも私がなんでこんなことを言ってるかというと、何が違うのかをただ疑問に思ってる。なんか SE で何かダメなことがあるのかというのを聞いている。もうなんか SE 買う人ってあんまいないのかな。性能が1個前の機種、電池が小さい、安い。でも電池が小さいってことはダメじゃない？だってさ、これからまたこの携帯をさ何年も使っていくかもしれないのにさ、そんな電池が少ないとか言われたらダメじゃん。10はダメなの？10は、10、10って何？10、
え、なんかさ、 10S かなんだっけ、なんかがさ、なんか LINE の既読なんか長押しするやつができないみたいな機種あるよね。相当なこだわりなければ SE は買いかな。確かにこだわりはないね。 iPhone はぼったくり、自分で買ったことないからわかんないな。充電切れが気になるならバッテリーだけ変えれるんじゃない。確かに。最近のモバイルバッテリー大容量でも小さいよ。そうなんだ。まあよくわかんないけど、まあ SE がいいってことだね。僕も10から SE にしようとしている。え、10が気になるな。え、10はいくらするんだろう。チョコナから LINE 来た。結局7のバッテリー交換してそう。確かに。私もね、そう思うよ。あえて今手で選ぶ理由はあるのかな。いや、ない。いや、なんか昔だから安いかなみたいな。え、ここちゃんなんて、ここちゃん、じゃあここちゃん、ここちゃんと昨日あのね、あの iPhone について話したね。え、10は高いのかな。あと10分しかできないから、ちょっと10分の間に iPhone10。 あ、そう、 10R とかあるじゃん。発売して2年ぐらい経ってる。そうなんだ。10は最新だと思ってた。どこも壊れてなくてバッテリーが保たないのなら交換が一番いいよ。だからバッテリーだけじゃなくて、なんか違う、バッテリーのせいで液晶がなんかあの線が入ってんのよ、なんか地味に。じゃあそれにムカついてるっていう話をしてるのに。2年経ってるとサポートが怖いかも。確かに、やっぱ SE がいいんだね。コナンから LINE が来る。使ってるメンバーいるの？わかんない。メンバーと会ってないし。ここちゃんの機種を聞くわ。画面も3000くらいで交換できたはず。いや、でもなんか違うんだって。もうこのさ、携帯を3年ぐらい使ってるわけよ。あれ。
それで治っても他の部品と同じ年月過ごしてるもんね。そうそうなのよ。手が小さいから SE を選ぶ人もいるはず。確かにやっぱ SE がいいんだね。でもココちゃんは SE じゃないって言ってるよ。ココちゃんは SE じゃないと言ってますけど。え、12が出たらさ、 SE は何、安くなるの？両手打ちなら11でも両手打ちじゃないよ、すでに安いからな。確かに SE は別系統なんでそのままかな。そうなんだ。じゃあちょっと SE が欲しいって言うわ。なんだかんだめっちゃこだわってますやんって言われる。確かに。いや違うんて、何が一番あのコスパがいいのかって話で、別になんか値段がみんな同じとかならさすぐ選べるじゃん。あ、それも無理か。フリック入力、フリック入力ってさ、あのローマ字で打つやつだよね。なんかたまにそれで、なんかしめじを使うときはそれで、普通のを使うときは日本語なんていうの、あいうえおみたいな。普通に使うだけなら SE でしょって。じゃあ SE が欲しいって言うわ。Android が安くて高性能のいっぱいあるよ。でも Android はなんか自撮りとかをさするとさ、なんか違うじゃん。わかるかい？知らんけど。だからなんかアンドロイドはなんか変なのよ。なんかあの何、本当に使うだけなら全然アンドロイドでいいんだけど、そろそろチーム S コインに移動します。ごめん。確かにもうあと4分しかない。私もあと1分ぐらいでやめるわ。じゃあ iPhone は自撮りとかをするにあたっては iPhone がいいのよ。だから別に卒業したら Android でもいい。けど卒業しないから。あ、鍵穴もう始まったので、ちょっと終わるわ。ちょっとみんなバイバイ。バイバイみんな。